内側鳥取倉吉西才能大輝、外側静岡北日高優太です。スタートしまして第1組です。内側からスタート才能大輝、昨日は敗者復活からの戦いでしたが、最後の伸び素晴らしく直線の足を見せています。外側からスタート日高優太、静岡北、共に2年生ですが、日高優太は今回このスプリント予選も一番時計、そして1回、この後の戦いも危なげなく勝ち上がっています。その時には仕掛けられたのは先に仕掛けられましたが、落ち着いて外からさばいていく走りでした。さあ半周を過ぎたところからテンポが上がっています。2周を走り最後先着した選手が勝ち上がり、才能大輝が先にちょっと呼び水のように仕掛ける形になりましたが、一気に踏んでこようかというところで日高優太、2コーナーからバックストレッチ直線に入ってくるところで抜き去りました。日高優太が先行、車間を空けている。3コーナーから4コーナー、もう一度戻せるか才能大輝、しかしながら日高優太が大きく先行、そしてそのまま直線を駆け抜けます。上がり参考タイムは11秒222です。ただいまの結果、先着157番静岡北日高優太、先着確定しています。続いて第2組です。内側徳島小松島西太田兵馬、外側神奈川横浜大橋正人です。第2組スタート、内側からは太田兵馬、外側から大橋正人です。さあここまで予選、そしてその後の戦いも含めまして、危なげなく勝ち上がっているこちらは太田兵馬3年生、相手の動きに合わせてくる形、一気にその後は勝負をつける、そんな走りを昨日は見せています。現在やや後方、外側オレンジのユニフォームは横浜高校の大橋正人。さあこちらはインターハイ、国体ともにその結果を持っていましたが、8分の1決勝の時には合わせきれず、まさかの敗者復活、そんなところでしたが、力強さを敗者復活では見せて、そしてこちらも危なげなく勝ち上がってきたという印象も与えています。さあ太田兵馬、大橋正人、それぞれの対戦となりますが、今のところは両者ともにお互い睨み合いながら、こちらは少しスピードを落としながらというところで3コーナー上の方まで駆け上がっていきました。
太田兵馬がちょっと後ろの動きを気にしながら先に仕掛けてきた大橋正人がその横を一気に畳みかけようとしているが、太田兵馬も並びかける、内側粘っている、まだ並走、太田兵馬内側粘っている、そして大橋正人先に仕掛けてきましたがまだ並走状況、太田兵馬がやや先行になるか、そして3コーナーから4コーナー向かっていくところ、最後直線勝負まで持ち込むのか、4コーナーから直線勝負、後ろに入ってしまった太田兵馬、そのまま直線を駆け抜けました。最後まで譲りませんでした太田兵馬。上がり参考タイムは11秒307です。確定は今しばらくお待ちください。ただいまの第2組、太田兵馬先着確定となりました。続いて第3組です。第3組のスタンバイ、内側の位置取りとなりましたのは三重県三重、小西春樹。外側、熊本九州学院、中山亮太郎です。第3組スタートです。内側からスタートは三重小西春樹、外側から九州学院中山亮太郎です。近い位置からのスタートとなりました。1コーナーへと向かっていきます。そう、ちょっと車間が空きました。ペースを上げているのは小西春樹、昨日の戦いでは内側粘ってそのまま先行を譲らずという足を見せています。3コーナー手前のところ、さあ今度は外側の方に並びかける形で中山亮太郎、昨日の戦い積極的に攻めていきまして勝ち上がってこの4分の1決勝へと進んでいます。さあ終始仕掛けながらというところでペース上げていきます小西春樹、中山亮太郎はそれに合わせる形で残り1周、さあお互いに踏んでいきますが小西春樹が今のところは先行、そして中山亮太郎が後方から、さあ並びかけるか、3コーナーへ向かっていくところ、3コーナーから4コーナーへと向かっていくところ、並走ですが打ち粘っている小西春樹、さあそのまま直線勝負になっていきますが最後はどうだ、ここは微妙なところだが最後中山亮太郎も伸びてきた。着順確定は今しばらくお待ちください。ただいまの第3組、先着は310番九州学院中山亮太郎となりました。上がり参考タイムは11秒609です。
第4組宮城県東北高木俊、岐阜第一小玉虎之助、内外スタンバイです。第4組スタート。これでそれぞれ2分の1決勝への進出者が決まります。内側から高木俊、外側から児玉虎之助です。東北高校高木俊、昨日の戦いするりと仕掛ける形、そしてそのまま先行するといううまい運びを見せました。外側やや前方に現在位置して並走、岐阜第一の児玉虎之助、攻めかけられても粘って譲らずというそんな粘りの足を見せています。両者ともに並走状況でそのまま回ってきました。4コーナーから直線残り1周、さあ全く同時に踏んできました。1コーナーへ向かっていくところからかなり近い位置からの攻め際になりました。2コーナーから直線に向かっていくところ高木俊、児玉虎之助両者ともに並走、やや高木俊が先行か。そして3コーナーから4コーナー向かっていくところもまだ並びかけている、まだ並びかけている。直線勝負、最後の直線勝負どうだ。最後伸びてきたのは児玉虎之助か。上がり参考タイムは11秒755となっています。着順確定は今しばらくお待ちください。